みなさんこんにちは。こんにちは。今日は端午の、ストップロックが終わった後のサイドロックの踊り方について説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、4、クイック、クイック、クイックエンスロー、エンクイック、クイット。0、2、3、4、1、2、3と4、1、2、3、4と。はい、一度踊らせていただきました。このストップロック後のサイドロックですね。カウントが早いし、入れ替わりもあるし、とても忙しいのでみんなガチャガチャしてしまうというか、慌ただしく踊ってしまうことで次のフィガーですね、ファラウェイリバースとかベニーズロックとかになかなかスムーズに入れない、遅れているような気がするって、忙しくなってしまう方が多いと思います。カウントをクリアに取るっていうのも一つ大事なところなんですけども、このストップロック後のサイドロックは、回してしまうっていうことがよくありますね。入れ替わらなきゃ、早く入れ替わらなきゃっていうことで、女性とか男性を振り回してしまうという方が多いと思います。今回はその振り回さないようにするために、根本的な動きをもう一回見直しましょうという動画にしたいと思います。まずはじめによくある症状というのをお見せしたいと思います。0、2、3、4、クイック、クイック、クイックエンスロー、エンクイック、クイットというふうに、忙しすぎて、気をつけるべきところがもうよくわかんないっていう方が多いと思いますね。0、2、3、4、クイック、クイック、クイックエンスロー、エンクイック、クイット。はい、それでは、今回ご紹介する、内容ですね。入れ替わりとか右回り左回りを注意しましょうっていうのも確かにそうなんですけども、今回はそれはあえて言いません。根本的なところを、もう一回見直しましょうっていうのは、スタンダードは必ず右回りと左回りがありますよというのと同時に、前進か後退かっていうのも必ず付きまとってきます。はい。なので、このストップロックが終わった後のサイドロックで自分が前進しているパートなのか後退しているパートなのかっていうのをはっきりさせてください。意外とそこがはっきりしないで、とりあえず右回転左回転入れ替わらなきゃっていうふうに、必死になってしまうという方が多いと思います。それでは、今から、そのストップロックからサイドロックの踊り方を前進か後退かを皆さんで確認していきましょう。はい、それではまず男性の足型から確認していきましょう。男性はランジが終わってストップロックをしました。ここからですね、クイックエンスロー、次のエンドカウント、この足がこう、おそらく多くの方はこうチャチャチャって終わった後、エンドクイッククイットってすぐに体をターンしていく人が多いと思うんですけど、確かに間違いではないんですけども、この左足は問題ですね。この左足は前進でしょうか後退でしょうか。おそらくほとんどの方は前進って考えると思います。ですが、本当に前進しているかどうかですね。前進する勢いではなくて、体を回してませんか？だから感覚的にはどちらかというと、女性からすると後退に感じるかもしれません。もう一度やってみますね。ランジ、ストップロック、クイックエンスロー。次のエンドカウントは前進。次、男性は左回りをするんですけども、こちらの右足ですね。この右足は前進でしょうか、後退でしょうか。これは簡単ですね。後退になります。後退。クイック。次のサイドロックに入るためのこっちの足。この足が意外と皆さん分かんないという方が多いと思うんですけど、前進して後退ロックというふうに考えている方が多いと思うんですけど、できれば後退の後退ロックにしてください。
もう一度言いますね。交代と交代です。もう一度最初からゆっくりやってみますね。ランジ、ストップロックが終わった後の左足、前進。次右足が交代。左足も交代の感覚で、ロックも交代。はい、こういう形になります。ランジ、クイックンスロー。前進、交代、交代、交代。という形になります。女性も、やってみたいと思います。女性はライトランジが終わって、ストップロックがチャチャチャと終わりました。はい。この後ですね、エンドカウントで女性は左足、要は自分の体を左回転すると思います。ぐーりっと左回転すると思うんですけど、この時の右足は前進でしょうか、後退でしょうかっていうと、おそらく皆さんは後退って答えると思います。はい。で、この後退が本当に後退していますかっていうところがポイントになってきますね。おそらく多くの方はストップロックが終わった後、その場でぐりっと回って、後退してるのか、前進してるのか、その場で回ってるのかよくわかんない。でもとりあえず男性に間に合わせなきゃっていう感覚で踊ってる方が多いと思います。もう一度やってみると、ランジが終わって、ストップロック、チャッチャッチャ、エンドカウントで後退。はい。その後、左足が前進。右足も前進。で、左足は前にロックするので、おのずと前進というパートになります。せーの、クイック、クイック、クイックエンスロー。後退、前進、前進、前進のロック。という形になります。はい。今のように右回りと左回りは確かにやっているんですけども、どちらかというとメインは前進と後退っていう感覚の言い方でご紹介させていただきました。男性はどういう形だったかというと、前進、後退、後退、ロックですね。今はロックと言わずに、後退にしておきましょう。前進、後退、後退、後退ですね。はい。もう一度やりますね。とても重要なんで。前進、後退、後退、後退。女性は、後退、前進、前進、前進。最後の足は本来ロックなんですけども、今は前進か後退かで言っています。もう一度やってみると、後退、前進、前進、前進です。これを二人で向かい合ってやったときに、せーの、ワン、ツー、スリー、フォーと。はい。カウントで言うと、ストップロックが終わりました。エンドクイック、クイットという形になります。もう一度やると、エンドクイック、クイット。今は右回りも左回りも入れていませんが、全身交代の踊りでやると、ストップロックの後のサイドロックの踊り方は今のような形になります。今のを踏まえてストップロックからサイドロックをやると、ランジが終わってストップロックが終わりました。ここから男性の足型で言うと、前進後退後退後退。もう一度、ランジが終わってストップロックチャッチャッチャ、この後前進後退後退後退。女性の足型はランジが終わって、チャッチャッチャ。後退、前進、前進、前進。ランジが終わって、チャッチャッチャ。後退、前進、前進、前進。はい。このような形になります。クイック、クイック、クイックエンスロー。エンクイック、クイット。クイック、クイックエンスロー、エンクイック、クイット。クイック、クイック、クイックエンスロー、エンクイック、クイット。クイック、クイック、クイックエンスロー、エンクイック、クイット。はい、皆さんいかがだったでしょうか。
今回はタンゴのストップロックからサイドロックの踊り方について説明させていただきました。ポイントになってくるのは前進と後退も忘れないようにしてくださいねってことですね。右回りと左回りを入れるのが不正解ですよっていうわけではないです。必ず必要になってくるんですけども、それにプラスアルファして前進と後退も入れてくださいねっていうのがポイントになってきます。この足型は、女性がですね意外と知らない、足型を踏めないっていう方が多いので、女性は、必ず一人でできるように意識してやってみてください。男性はですね、その女性が知らないだけでだいぶその回転量とか次のリードをするためにロスしてしまう可能性があるので、女性は当たり前に踏めるように意識して練習してください。それでは皆さん頑張ってください。